あの頃の夏はこんなんじゃなかった。明日謝りゃいいやって思った。だけどその明日は永遠に来なかった。ジンタン、メンマのお願い叶えてくれる？そうそう、それね、みんなじゃなきゃ叶えられないお願いだった。みんなってメンマってなんだよ。未だにそんなこと言ってんのか。雪圧？聞いたよ。雪圧、お前学校行ってないんだってな。学校も行かずに本間芽衣子の名前呼んで、頭に何か湧いたんじゃない？みんな変わっちまったんだ。これでよく分かったろ。あの頃とは全部変わっちまったってこと。ジンタ！いや、一番変わっちまったのはメンマちゃん。なんだよな。君と夏の終わり、将来の夢。お前といると嫌なこととか、嫌なこととか思い出して。メンマはいなくなっちゃってもいいんだ。メンマ、自分が死んじゃったことくらい知ってるよ。俺たちは取り残されちまってんだ。本間芽衣子のことになると人変わるのってさ、あんたも同じじゃない？ありがとうね、ジンタン。やめろ！あの日、ここで止まった時間が動き出す。